じゃあ今日は、教養新書、ケド館の中でこの禅知識について、述べられているところをお話をしたいと思います。教養新書ケド館といいますのは、我々が、救われる、道、どうすれば救われるかについて、述べられた親鸞聖人の、お書きくだされたもの、まあ、教養新書の3分の1ございます。でその中で親鸞聖人はこの涅槃経というお経、晩年よく読まれたんですけども、この涅槃経を非常に長い文章を持って、引用され、我々に大事なことを教えています。でその中でですね、涅槃経の徳王本というところね、徳の王様と書いて品本は、これチャプター章のことですね。徳の王様のチャプターというね、ここに禅知識とはどういう方であるか、禅知識はどういう説法をするのか、禅知識の役割、こういう方から仏法は聞かせていただかねばならないということを教えた、ね、大切な内容を今からお話をしたいと思います。まず最初から見ていきたいと思いますが、涅槃経、まあ、これは十空二重眼の解説が終わった後ですけどね、十空二重眼の説明、御心を説いた後にこの禅知識についてずっと、まあ、解説はないんですけども、引用文で我々に禅知識について述べられているところがございます。まあ、最初は涅槃経、次に華厳経、そして禅道大師の言葉をね、お浄来さん、法事さんとかいうことでずっと挙げられていきます。まあ、その引用されている、御心をね、汲み取ることも大事だと思います。まずはね、書かれてある通り、読んで理解していただきたいと思います。親鸞聖人はまず涅槃経に、第一真実の禅知識は菩薩諸仏なりとおっしゃってます。本来禅知識とはどういう意味かといったならばですね、禅知識、ね、第一真実の禅知識、第一最も優れた、ね、誠の禅知識とはどういう方であるか、まあ、あらゆるお経に出てきますけども、それは菩薩のことであり諸仏のことなんだとおっしゃる、まあ、お釈迦様が代表ですけどもね、菩薩を禅知識と言うし、また諸仏を禅知識と言うんだと、こう言われます。そしてその後にですね、じゃあ世尊お釈迦様ね、何をもっての上にどうしてね、まあ禅知識と言えるのか、何をもっての上にどういう理由で、この禅知識と言えるのか、菩薩諸仏はですね、まあ禅知識はこれは正しい先生、まあ良き友、ね、意味から言ったらカーヤーナミトラと言いまして、良き友、良き友達という意味なんですけどね、まあ先生という意味もありますけども、本来は良き友であります。で我々を仏法に、仏法を教えてくださる先生ですけども、常に禅知識はですね、まず定義みたいなものでありますが、禅知識は常にね、3種類のね、禅調合をもってのゆえなりと。禅知識はですね、今から言う3つの方法で我々を教え導く方なんだと、こう親鸞聖人お釈迦様おっしゃってます。常にだから、いつもですね、いつも禅知識は3種類の方法、3つのね、まあ、禅の方法といいますか、3種類の禅の調合を持って我々を、導いてくださるんだとおっしゃる。禅調合、ね、良き調合、調合という、言葉はこれはですね、仏様の別名としても言われることがあります。仏様といったら十合といって、いろんな言い方が、世尊とか明行足とかですね、いろんな言い方が十ぐらいありまして、その中で一つにね、調合上部という言葉があります。調合上部、ちょっと難しい言葉ですけどね、一応まあ知っておいてください。上部はこれ皆さん使っている言葉です。
超五丈部という言葉で世尊仏を表す場合があるんです。仏様のことをですね、超五というんです。これは我々の心を整えるから、心を整えて心を成長させるように導く力が仏様にはあるからです。まあ、語は尊敬の言葉ですけどもね、意味はこれ整えるという意味ですね。あと導くという意味があります。超五とは我々の心を整えて導く方が仏様でございます。良い方向へ飛ぶと、当然悟りの方向へ、悟りの方向へ本当の幸せまで導くために、仏様はいつも我々に対して心を整えて導いてくださる方。また下に丈夫という言葉を使います。これマスラオとも呼んでね、丈夫、マスラオ、意味は知恵のある方ね、優れた方を申します。まあ、日本語では、健康な人を、ね、大丈夫とか、ね、丈夫な体と言いますけど、元は仏教の言葉です。元は知恵のある人、ね、知恵のある人を丈夫と言います。お釈迦様は知恵がありますから、我々を、幸せまで導くことができます。マスラオ、丈夫、知恵のある方、いえ、知恵を持って我々の心を整えて、導いてくださるから如来ね、善知識なんだということです。じゃあどういう3つの方法で、3種類の方法とありますが、じゃあ何らおか3つとするか、3つの方法とは一体どういう、方法で導くかといったら、順番にですね、1つには筆経難語、2つには筆経可釈、3つには難語可釈なりと、3つの方法で我々を、導いてくださる、まあ、こういう説法ができる方が善知識、まあ、非常にレベルが高いですけども、まあ、これをね、仏法を説く立場の僧侶、仏教の講師はこれを身につけなければならない。まだこういう説法ができたら、私もなかなかできませんけども、できたらいいなと思います。そうすればね、多くの人を幸せに導き、また悟りまで導く、まあ、歴史上でやっぱりお釈迦様が一番多くの方を悟りまで導いたと思います。やはりそれはね、お釈迦様がこういう説法ができるからだと思います。見ていきましょう。難しい漢字が出てきて、これ説明聞かないとわからないと思いますが、まず1つ目、これ相手によってね、これ3つの方法を駆使するんです。だからもう固まった説法原稿を言うもんじゃないんですよね。やはり相手に応じてね、こう3つの方法で導いていかれるという内容なんです。1つ目は筆経難語とあります。筆経、まあ、これ本願寺から出ている注釈書にはね、こういうふうに書いてました。筆経難語はこの上なく優しい言葉という解説です。筆経可釈はこの上なく厳しい戒め、難語可釈は優しい言葉と厳しい戒めとを合わせ用いると、まあ、こういう無難な、ね、解説が、なされております。でこれをもっとね、噛み砕いて、読んでいきたいと思いますが、まず漢字の意味を見ていきましょう。筆経とありますのは、これはですね、意味はね、終わり、終わるという意味なんです。筆経といったら終わり、終わる、文語表現で言ったらつまりとかね、結局とか最終的にはとか、そんな意味で、たまに本を読んだらね、古い昔の本には書いています。筆経といったら、まあ、つまり、まあ、結局は最終的にはという意味です。終わり、終わりだからね。だからこの上なくね、もう最高みたいな意味合いで、最高、この上なく難語、これは柔らかい言葉ということですからね。柔らかい言葉ということは優しい言葉で導く。まだご縁の浅い方とかね、まだ仏教にあまりね馴染みの深くない方には、やはり厳しいことを言ったら離れていきますから、優しい言葉でもう徹底してね、自信いっぱいで、温かい心で、思いやりの温かい心で、優しい言葉で、柔らかい言葉でお伝えしていく、まあ、これが一番無難であります、ね。まあ、基本的には
これが私ね、多くの人にとっては有効だと思います。徹底して筆記点、これまた徹底してと言ってもいいと思います。徹底してね、もう始めから終わりまでね、筆記ね、優しい言葉、柔らかい言葉で、温かい気持ちで、幸せになってもらいたいという気持ちで、柔らかい言葉で説法をする、優しい言葉で説法をする、まあこれが一番ね、あの無難な、あのまあ説法方式だと思いますね。大事なのはやっぱり自信どころですから、ね、いくらあの善であってもね、自信がなかったらもう善じゃないんです、仏教では。だから仏教ではやっぱり自信の心、温かい気持ちで、幸せになってもらいたいという気持ちで説法をする。当然お仏様はね、いつもそんなお気持ちでおられます。でその、仏法を伝える時には、徹底した優しい言葉で仏法をお伝えしていく。でもこれだけではね、悟りまで導けない。これだけではやはりですね、弥陀の救いまで、お導きすることはできないんで、やっぱり相手によってはね、厳しい教えも必要な場合がある。やはり仏教ではね、知恵と慈悲によって導くと教えられますね。もう徹底した優しさと、次ね、徹底した厳しさで教えを説くことも大事なんですね。それが次の筆記呵責でございます。筆は終わる、今日も終わるですけどね、徹底して、まあ、この上なく厳しい戒め。呵責というのはこれはですね、あの意味から言ったらね、これは叱る、責めるという言葉なんですね。ただこれをね、使ったらなんか悪い意味で、あの今は使われてるんで、あんまりこれ使ったらね、なんかちょっとまずいような感じがするので、まあ、この解説書では戒めというふうに言ってますけどね、文字通り読んだらこれ責めるなんです。でも今の日本語と責めるはね、悪ですね。相手の欠点をね、あの指摘するとかね、攻撃する、こういう意味で呵責という言葉使われますから。でも本来は多分そういう意味じゃなかったと思います。この叱るならばいいんです。あの怒ると叱るは違いますからね。ここ皆さん、あの確認しておきますよ。怒るはこれ皮膚であります。怒るね、側から起きますから、怒るはこれね、私憤という個人的な憤りであります。叱るはね、これは怒りがないんです。相手のことを思って叱るんです。幸せになってもらいたいと思って、注意するのが叱るですよね。まあ、親は叱るであるべきなんですけど、ついつい怒る場合がありますけど、自分の感情でね、自分が気に入らないから怒る、叱ってるつもりが実は怒っていることがあります。これははっきりね、仏教では分けております。怒りは悪です。まあ、叱る場合は動機が幸せになってもらいたいという思いで叱りますから、それは善です。動機が善ですから、仏教は動機論ですから。だからこのね、呵責でもね、叱るという意味で捉えるならばいいと思います、ね、相手に幸せになってもらいたいと思う時にはね、厳しく言わねばならんこともある。無情を解かねばならない、ね、逃げている人にはね、厳しく叱りつけて、現実と向き合わせる、そういう言い方も必要になります。甘い言葉ばっかりね、いらしばっかりしていたら甘えてしまってだらけてしまうことがありますから、だから時には厳しく、叱ることも必要な場合がある。まあ、いつも叱っとったら自分から避けていきますから、ただ、まあ、近づかないと、縁が持てないと仏法伝えられませんから、やっぱりね、優しくしたり厳しくしたりすることが、この兼ね合いが大事なんです。まあこっちならば慈悲ですよね、徹底した慈悲、こっちは徹底した知恵にあたると思います、ね、言うべきことは言う、ね、これやはり言わないと、真実をお伝えしないと、その人は余計に苦しむことがあります。相手の幸せを持って、ね、厳しく、ね、厳しい言葉、厳しい戒めをね、言わねばならない時がある。でもこれ誤ったらもうポーンと仏縁切れて離れていきますから、あの厳しい言葉を言う場合も考えねばなりませんけどね。ここはお釈迦様うまいです。お経を学んだら面白いのはね、あのこういうところがお釈迦様は巧みなんですね。徹底した優しさで説いている説法と、もう徹底した厳しさ、
まあ、特にお弟子なんか多いかもしれません。まあ、仏縁の深い人ね、まあ、厳しく言うてもご縁が離れない人には厳しく言う場合がありますよね。でもちょっと叱ったらもうプーンとね膨れてしまう人にはあんまり言いません。でも言う場合もありますけどもね、まあ、これはもう仕方ない場合は言う場合もありますけど、いくら優しく言うてもね離れる人もありますから、ここはもう仕方ありませんけど、一応相手を見てね、相手の心を見て太極拳法ですから、もう徹底した優しさと徹底した厳しさ、このようなく厳しい戒めで説く、これもね相手にとっては必要だから。だから二重人格に見えるように見える場合もありますけどもね、それは相手のことを思って、時には優しく、時には厳しく接し、また厳しく話をしていくと、まあ、これが仏様の説法なんですね。あと3つ目があります。これはね、南語呵責と言いまして、柔らかい言葉で、教えていくみたいな感じですね。まあこの本願寺の、解説書では優しい言葉、南語とは柔らかい言葉ですから、優しい言葉と呵責は、まあ、攻めるですから、厳しい戒め、この2つを並べてね、この2つを合わせて用いるね、これをね合わせてね、2つを合わせて用いると、時には厳しく時には優しく、こういうね混ぜ合わせて説く説法もあれば、もう徹底した優しさで説く説法、徹底した厳しさで説く説法と、大きく3種類に分けることができると。まあ、晩年お釈迦様はね、自分の説法を振り返って、3種類あると、こうね並べて我々に教えてくださった。まあ、後の禅師式、これから釈迦は死んでいくけども、これからお前たちね、やはり仏法を伝える時にはこの3つの方法で、仏法を説いてきなさい、でそういう方が禅師式であり、そういう方からまた聞かせていただく、これが禅師式の目指す目標と言ってもいいと思いますね。まずこれいろんな味わいできるかもしれませんけどね、優しい言葉で厳しい内容を説くこともあります。いや、言葉は優しいけどもね、非常に厳しい内容ね、ずばり真実を説くというふうにもこれね読めるかもしれません。まあ、いろいろ読み方はねあってもいいかなと思いますけど、まずはこの通りね読んで、相手に応じて、まさに待機説法であります。あれだから一つにね固定したなんか10分間説法みたいな、最初は仕方ありませんけども、やはり原稿さえ読めばいいわけではないと、相手の心を見て相手に必要なことを、解いていかねばならない、そして少しでも心が成長できるような、そういう説法ですよね。まあ、仏法を聞いた後やはりね、よし頑張っていこうと、心を成長させたい、もっともっとね、この、まあ、仏の人格を目指してね、仏を目指して進むのが仏教ですから、とどまらずにですね、心が成長できるようにお釈迦様は説法される、これが仏教であるということであります。で、この3つの方法で我々を導いてくださる、この義をもってのゆえに、義はこれ意味とか理由とかね、分け柄、こういう理由で、こういう意味で、こういう理由で、この菩薩諸仏はすなわちね、真実の善知識なりと、こういう理由で菩薩や諸仏はイコール誠の最も優れた、これが本来のあるべき本当の善知識であると、まあ、これを仏法を説く者はね、身につけていかねばならない、これを目指さねばなりませんよね、仏法を説く人はね、こう我々に示された。まずこれが、善知識の定義でございます。次にね、また違う視点で次ね、こういう理由で善知識と名付けるということで、この後ね、次別の話になりますが、まあ、内容は同じといえば同じなんですけども、次にね、善男子、これこっちもありましたかね、仏縁の深い人を仏教では善男子と申します。これは聞いてた方が男性で仏縁が深かったから、女性の場合は善男子、善女人とあります。
女性ね、女人、女の人、まあこれ男性が聞いてたんで、次に善男子、仏縁の深い男性に対しておっしゃった。次にね、この善知識というのはですね、まあ仏や菩薩なんだけども、じゃあ仏や菩薩は例えるならば、何に例えたらいいのかということで、教えられます。それはね、仏および菩薩を大意とするがゆえにとあります。仏や菩薩は、ね、優れた医者であると、ね、大意、これは大は大きいですけども、優れた医者を仏や菩薩に、ね、例えることができると。これ分かりやすい例えです、ね、我々は病人、心の病、煩悩という心の病にかかっている。その病を、治していただくには、我々ならば医者にかからねば治ることがないから、まさに仏は、医者、あるいは大医とおっしゃってね、優れたもう最高の医者だと。仏教の教えを学んだらね、私仏教がすごいなと思うのは、あなたのどんな苦しみもね解決できると言いたい。なくならないのはね、仏教聞いてないから、理解できてないからです。たとえ悟り開かなくてもね、仏教をしっかり聞いていけばね、もうこの世の苦しみはほとんどなくせます。まあこの死の問題とかね、根源的な苦しみはやっぱり悟り開かないと難しい問題もありますが、この世をね生きていくにおいての苦しみはほとんどなくせます。いわゆる死を抹殺というか、枝葉の苦しみは、ね、誰でもなくせると思います。だから仏教は本当に素晴らしい教えであり、私はこれね、後の世にも残したいなと思い持っております。まさにね、大医なんです。優れた医者、仏教にかかったら苦しみは全部なくせると、こう私は断言したい。ただ聞いてくれないからね、治らないだけで。大医、また別のお経ではお釈迦様はですね、大医を王様とも言ってますよね。医者の王様だと、こんな言い方があります。仏様はね、もう医者の王様だと、こういう表現でおっしゃるところもある。阿弥陀仏やお釈迦様はね、大医を優れた医者の王様だという文章もある。だから仏教にかかったら、仏様にかかったら、あなたのどんな苦しみも解決がつくんだというね、のが仏教なんです。仏や菩薩、この違いをちょっと申し上げますとね、普通この菩薩は多分ね、諸事以上もう自利他を実践している人を普通言うんじゃないかなと思いますね。菩薩といった場合ね、まあ定義は違うんですけどね、一応大乗仏教ではね、菩提薩多といって、仏教を求める人を菩薩と言いますけど、本来の菩薩意味はやはり、ね、自利他を実践する人、自分の幸せはもちろんね、仏目指して全ての人を幸せにしたい、菩薩は全ての人を幸せにしたいという菩提心を持った人を菩薩と言います。だいたい諸事以降の人を言う場合が多いかなと思います。まあ仏は本来は目覚めた人なんですけどね、まあ、ここで言う仏は良いレベルの高いね、最高レベルのそういう方を言うようにも感じます。ただこれ幅があるからね、一つに決められません。だから仏法を説く人の本来はね、悟りを開いてここぐらいまでね、行けたら理想なんですけど、できれば、諸事以上の菩薩までなれたらいいけどね。でもそこまで行かなくてもね、一応善知識というふうに言うてもいいと申し上げます。この前にね、確か、大無量寿経というお経も引用されてお釈迦様もおっしゃってるんです。大無量寿経にはね、この、まあ、本来仏教では善知識と言ったらね、諸仏菩薩を言うんだけどもね、これだけに限らないとおっしゃってるんです、ね、この仏や、菩薩以外にも善知識がいるとおっしゃってるんです。それが大経を読んでみるとね、書いてあるんで、そこから言うならばね、善知識といってもね、教授の善知識、ね、本来善知識といったら教授と言いましてね、先生のことを言います。本来はね、先生のことを教授の善知識、まあ、これが一般的な意味と思いますね。
いわゆる教授、まさに教え導く方を禅師式と言うと、まあ、これが本来の意味だから、これ教授の禅師式は第一真実の仏菩薩を言います。でもね、これだけじゃないんです。よくお経を読み込んでいくとね、同様の禅師式も入ると。ちょっとレベル下がるけどね、同じ道を進む人もね、禅師式とこう言うてもいいね、箇所がいくつもあるんです。同業、共にね、悟りを目指している、共に仏道を進んでいる人を同坊とか同業と言います。ね、そういう先生までいかなくてもね、この同業もね、禅師式と、こういうふうにね、拝めることがあります。この方のおかげで仏法を受けたい場合はね、まあ、同業でもね、敬わずにおれないことがあります。で、さらにね、レベルが下がりますけども、仏法を聞かない、仏法を聞いていない人もね、禅師式として味わうことも可能。これは下語の禅師式と言います。下語の禅師式、外から守ってくれる。例えば仏法は知らないけどね、例えば長門行くときに車掌さんとかね、そういう電車で送ってくれる人とかね、仏法を聞くときに外から守ってくれる人、あるいは漁師は仏法を聞かなくてもお弁当を作ってくれるとか、外からね、自分が仏法を聞くのを守ってくれるような方はね、下語の禅師式と、こういうふうにね、味わってもいいんです。まあ、この方は大体仏法は知らないけどね、私から言ったら、この方のおかげで仏法を聞けるんで、外から守ってくださる方ということで味わってもいいと。まあ、こういうのもね、よくお経に行くと読み取れるんですね。だから幅があります。まあ、これ一旦ちなみに天台智という人、あの人も多分悟ってると思いますけどね、非常に天才的な方で、天台智という人はですね、禅師式もう今日もね、もうつらつらにももう覚えてるし、すごい方ですけどね、その方が禅師式のことを勉強して、教授同業下語と、こういうふうにね、天台が言った言葉です。で、これは間違ってないから、今の真宗でもね、一般的にも教授同業禅師式と使ってもいいと思います。ちゃんとお経を読んだらこのように読み取れますから。でもここでおっしゃるのはね、本来の禅師式は同業や下語じゃなくて、やっぱりこっちの方に意味合いが強いからね、ここでは第一真実の禅師式という言い方をした場合はやっぱり教授に限ると思いますね。仏法を説く立場の人がやっぱり一番大事ですから、それを言われてると思います。で、また教授の禅師式は菩薩諸仏はすなわち真の禅師式で、次に大異を、ね、大異、仏菩薩は素晴らしい医者とするんだと。なぜかと言ったならば、病を知って薬を知る、ね、病に応じて薬を授けるがゆえに、だからだとおっしゃるんですね。医者というのは、病を知って薬を知ると、まず病気というものをですね、知って、仏様ならば我々の病は煩悩であるということを、発見したんです。あなたは煩悩で苦しんでいる、それで煩悩を治すには薬が必要だと。これって後でまた次の講義で話します。ちゃんと薬が説かれてますから、仏教ではね、まず我々の病を知って、その病に応じた薬をね、与えなければならない。この世でもね、病を知った後、次に薬を与えてくださいます。医者は病に応じて薬を授ける、ね、これが医者であります。で、これを例えて言うたならばね、良医、例えて言うと良い医者、まあ同じような意味ね、大医、優れたね、医者、良い医者はどういう医者かといったならば、ね、これ昔の話でありますけども、ね、良き八種の術のごとしと。まあ今はちょっと合わないんですけどね、当時インドではこの病を治すには八種類のこの治す手術の術、治す術の方法があったそうです。ちょっと勉強したらね、あ、ちょっとこれは合わないなとかちょっとあるから、あんまり紹介、まあ、してもいいんですけどね。でも当たってるところと今はちょっと合わないところがありますけど、当時のインドとしては医者はね、8種類の病を治す術、ね、術、方法をね、知っていて、それを、
駆使して病を治したという話が当時ね、涅槃経ができた時にはあったんで、それをね、使って、ね、お釈迦様は、八種の術のごとしとこうおっしゃったんです。まあ、ちょっと見てみましょうか、せっかくだからね。参考までにね、一応私調べたんですけどね、どういうのかと言いますと、ですね、こういうふうに読んだら、これも本願寺出版のね、注釈書に書いてあるんですけどね、どういうのかと言いますと、こういうふうに書いてました。まず、身を治す、やつね、身を治す、目を治す、あと、体は胎児かな、お腹なんですね、胎を治す、で、この小さな子供を治す、で、この傷とかを治す。傘とか傷を治す、そして毒を治すといってね、中毒や、毒中に刺されたところを治す、あと、まあ、邪気といってね、この邪気みたいなもの、そういう心にある邪気みたいなものをね、治すというのも出てます。で、最後はちょっと怪しいんですけどね、星の動きを知るとこれはちょっと合わないだろうと思いますけどね、これがあるからちょっとあんまり言いたくないんですけど、一応当時ね、8つ、最後はちょっと怪しいですね、星を知る、これで病なんか治るんかと私は思ってしまいますから。でも当時はそれが誠さやかに言われてたんですかね。ちなみにお釈迦様の寺医は義馬といってね、非常に優れた方で、あの方も多分救われてますけど、悟り開いてますけどね、あの方のが元になって、今ね、タイマッサージってあるんですけどね、あれはなんと巣はあの義馬なんです、お釈迦様の主治医だ。タイマッサージで結構あれいいかもしれません。やっぱ仏教結構ね、病についてもね、結構詳しく教えてるところがあってね、まあ、ちょっと面白いなと思ったんですけどね、仏教は、心の病を治す、ね、最高の方がお釈迦様菩薩なんです。八種の、術を使って医者が病を治すように、お釈迦様もそういう方なんだとおっしゃる。じゃあどういうふうに治すかといったらね、こうおっしゃってます。まず病相を感ず、ね、まずね、病気の姿をあるがままに見る。感はこれ見るですね、相手はどういうことで苦しんでるかをまず見るんです。まずこのような例えからおっしゃってますね。この世で言ったらね、姿といったら3種類あるでしょうとおっしゃるんです。当時の医学ですよ。今はちょっと違うかもしれませんが、当時の医学ではこうだった、ね、病気の姿が3種類ある、ね、風邪と熱と水だと、ね、これどういうことか言ったら、風邪はこれで多分咳です。咳、おほんとするね、咳のことを風邪と言われてます。熱は今の熱と同じですね。水はこれね、寒気、ブルブル震えるんでしょうかね、こういうふうに説明されてますね。風と熱と水というね、こういう姿が病気に3種類ありますねとおっしゃって、で当時の医学ではね、風病、ね、風邪、つまり咳、咳込んだ病の方にはソユを授ける。ソユはこれね、溶かしたバターみたいだそうですね。ソユ、溶かしたバター、ね、当時のインドでは、この咳込んだ人には溶かしたバターを与えることによって病が癒えるということだったそうです。そして熱病ね、熱病で苦しんでる人には灼蜜を授けたらいいと。灼蜜はこれはね、石の蜜と書いて、これね、氷砂糖のことを言います。氷砂糖ね、熱のある人には氷砂糖を与えることによって治せたんでしょうかね。そして、水病には、これ水病は、この寒気ですよね、には生姜湯、これ京都と書きます。こんな字あるんですね、草冠にた書いて、線書いて、た書いて、線書いて、これ京と読んでね、京のお湯、つまりこれは生姜湯、これはなんとなくわかりますね、この寒気のある人には生姜湯を飲ますことによって水病が治せると。
で、この世のね、病で言ったら3つあるでしょ。ね。病に応じて風病には添ゆ、溶かしたバターを与える。熱病の方には氷砂糖、灼蜜を与える。水病、寒気がする人には生姜を与える。これが優れた医者でしょうと。これと同じように、次ね、次の話になりますけども、今度はね、あなたの病にも大きく3つある。これが有名な三毒の煩悩です。ね、もう1510、実はあるんだけどもね、煩悩は。初期仏教では1510ありますけども、それをね、3つにまとめたら、トン、ジン、チなんですね。500になるそうです。もう訳なんかみんな、日本語はみんな同じ訳になりますけども、微妙なニュアンスが違うみたいでね、詳しくね、お釈迦様は説いたそうです。ね、我々をご覧になって、貪欲中心の煩悩と、怒り中心の煩悩と、愚痴中心の煩悩を3つに分けて、ね、大きく3つに分けることができる。で、このね、病に応じて医者が薬を与えたように、お釈迦様は、この病に応じた説法をされた。これがこの後ね、お釈迦様ですね、この貪欲の病には無常観だ。ね。骨相を見せなさいとおっしゃったり、真理の病には慈悲相だ。ね、慈悲の教えを解きなさい。そして、愚痴の人には十二因縁、因果の道理を徹底して教えてあげなさいと。こういう説法をされて、我々を導いていかれた。これが一切経なんです。だから、信頼人も当然ね、なんかコツみたいなことがあるように思いますけどもね、この教えに従って、ね、仏法を説く立場の我々は、ね、この教えに従って説法していかればならないことをね、我々に示されております。じゃあ、どのように示されたかね、ちょっと休んでから休憩を入れたい、話を続けたいと思います。